皆さんこんにちは。福井県の製薬ショップディスカバリーです。今回の動画では今下に履いているイエスタデイズトモローのサージグローンアップスラックスを紹介したいと思います。まあ、見ての通りね、少しカジュアルなスラックスなんで、まあ、夏場とかね、こう涼しい時期に軽く履けるようなカジュアルなスラックスになってます。まあ、シルエットとかサイズ感とかは後で説明しますので、先にデザインとかを説明したいと思います。はい、こちらですね。はい、ですね、これ生地の方がですね、ポリエステルの糸を使った生地でできてまして、少しね、こう柔らかいテロッとした感じの生地になってます。でそれでこれシワになりづらいので、洗濯してもシワが出づらいってことで、本当に春夏シーズンにはすごく重宝する生地になってます。スラックスとかだとね、ウールとかコットンだとどうしてもこう洗った後シワになってしまうんで、それがなんだろう、こうアイロンかけないとめんどくさいとかね、そういう方も結構いらっしゃると思うんですけど、これはね、そういう心配がないので、すごくね、カジュアルに履くことができます。生地感わかりますかね。まあ、ポリエステルのね、少しこう柔らかい感じの生地になってるんですけど、見た目はね、普通のコットンとか、まあ、ウールっぽい感じの生地なんで、そんなにね、化学繊維っぽい、こう、シャカシャカした感じじゃないので、そこはご安心ください。はい。まあ、トップ部分ですね。ここがボタンと、スナップボタンですね、これ。スナップボタンと、このボタンの2つのタイプになってます。で、フロントがジッパーフライですね。ボタンの方も、この天然の貝を使ったボタン。この、よくウエスタンシャツとかで使うね、このパールボタンってやつですね。の感じになってます。はい。で、タックが2つ入ります。2タックですね。あ、センタックか。This one タックとここが、タックはね、これつまんであるだけですね。はい。で、ポケットですね。はい。で、後ろがこんな感じですね。後ろのこの右側にボタンがついてます。これも先ほどの前と同じく天然の貝ボタンですね。で、特徴的なのはこの膝から下の後ろの部分ですね。見ての通り、ここがね、切り替えになって、ここにね、つまみが入ってます。こういう感じで、縦に。わかりますかね？こうつままれてます。で、こんな感じでちょっとね、こう切りっぱなしになってるんで、これ、ほつれが出ます。で、これ履いてるとね、このほつれね、だんだんこう、出てくると思うんですけど、その時切ってもらっても大丈夫ですし、まあ、そのまま垂らして履きたいとか、垂らして履いてもらっても大丈夫です。で、このほつれなんですけど、この根元まで行くと止まるので、ずーっとね、永遠に行ってしまったことはないので、そこはご安心ください。で、あと裾がね、こうスリットになってますね、これ後ろが。わかりますかね？はい、こんな感じですね。後ろの裾がちょっとこう、切れ目が入ってます。まあ、これはね、直しの方でスリット入れてくださいって頼んでもいいですし、まあ、別に気にすぎないって方はね、そのまま直しちゃってもいいと思います。まあ、もちろん長さがちょうどよかったらね、このまま履いてもらえればいいと思うので、まあ、その辺はね、好みに応じて履き分けてもらえればいいと思います。はい。まあ、デザインはね、そんな感じですね。続いてサイズ感ですね。このパンツはですね、サイズが28、30、32、34、36の5サイズ展開になってます。今私が履いてるのは32です。ちょうど真ん中のサイズですね。28、30、32、3サイズ目です。まあ、32なんですね。私の体型だと結構ウエストはちょっと余っちゃうような感じになるんですけど、まあ今かなりベルトで絞って履いてます。はい。で、股上がね、かなり深いので、かなり今私今上に上げて履いてます。まあ上に上げると結構長さちょうどになるので、これどこで履くかによって、ね、結構印象変わるんじゃないかなと思います。ちょっと落としてもらって結構こう、たるんだ感じで、ね、ちょっとこう、緩い感じになりますし、上げるとやっぱこうスラックスのシュッとした感じになるので、まあ、この辺はね、ちょっと好みもあって履いてもらえればいいと思います。はい、で形はですね、ウエストと太もも少し余裕を持たせて、まあ、タックも入ってるんでちょっと楽な感じになるんですけど、で反り掛けで少し細くなる、まあ、テーパードパンツですね。そんなに極端に細い感じじゃなくて、結構ストレートに近い感じなので、まあなんだろうですかね、ピタピタのこうすっきりとしたスキニーとか、あんまり細いのはもう履きたくないけど、かといってワイドパンツまで行きたくないみたいな方はね、これぐらいの下が、ね、ちょうどいいんじゃないかと思います。まあ中太のストレートぐらいの感じですね。で、まあ、先ほど説明したように、ポリエステルの糸なので、まあ、扱いも簡単ですし、かなりね、カジュアルに履けるスラックスなので、まあ、その、スラックスといっても、カチッとしてジャケットと合わせるんじゃなくて、まあ、ほんとこんな感じで、こう、ラフな T シャツとかと合わせてもらっても全然合いますから、足元もね、革靴からスニーカーまで、幅広く合わせることができるので、すごくね、これ、重宝するというか、使いやすいパンツになってると思います。まあ、生地もね、涼しげなので、まあ、重宝すると思いますし、楽に履けるので、1本あるとね、結構使えるパンツなんじゃないかと思います。はい。色の方がね、私が履いてるネイビーの方が今お店にある色になります。で、こちら価格の方が税込みで24,200円ですね。
オンラインショップの方から注文可能ですので、ぜひそちらの方からご注文ください。まあ、質問等ありましたらメール、DM、コメントなんかからお気軽にお問い合わせください。はい、では今回の動画ではこのイエスタデンズトモローのサージグローアップスラックスを紹介しました。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。